こんにちは、シュゴスピチャンネルの管理人ことスピリチュアルの語り部天心です。シュゴスピラジオはスピリチュアルにまつわるあんなことこんなこと、世の中にあるこんなことはスピリチュアルという視点で見たらどのような意味があるのといった内容で話していきたいと思います。今回のテーマはアロマ香りで浄化するお線香の霊的意味ということでお送りしたいと思います。今回は香りというものに着目したお話をしてみたいかなと思うんですけども、結構香りというのはですね、いろいろと重要な意味を持ってますけれども、まあ、アロマテラピーなんて言いましてね、香りでこう癒すというね、療法もあったりしますし、まあ、実際に香りが出るものをね、例えばその、お寺でよくあるんですけれども、川崎大師とかね、あるいは浅草浅草寺とか、本堂の方にですね入って、すごい仏像のそのね仏様の前に行って、お参りするというねことがあるんですけれども、そういうそのお勤めの時にですね、参詣者が、ね、仏様のすごく間近まで行ってお参りするわけなんですけども、その時にですね、図香といってこうちょっとした香りのするものをですね、手のひらにこう塗ってで行くと、そうするとちょっとだけほんのり香りがするわけですね。でそれなぜ塗るかというと、香りで浄化してるわけですよね。浄化というと、まあ神社だとお手水といって、そのね水が流れていて、それを柄杓ですくってこうね両手をすすいで、口をすすいで、まあ浄化すると。まあ手をすすぐのは柏で打つから手を浄化する、口をすすぐのは言葉を祈りの言葉を創造するから口を浄化するという意味で口をすすぐということなんですけども、もう一つは香りによる浄化というものがあって、図香というのがありますね。で、まあ、結構まあ、多いのは、まあ、主に仏教系のお寺が多いですけども、やっぱり結構、ね、いろんな界隈で、香りっていうものを使った浄化っていうのは多いような気がします。で、やっぱり、人間の感覚の中で嗅覚というのは一番原始的な部分で、ここをですね、うまくこう、なんていうのかね、クリアにしておくと、気持ちの感覚的な部分もこう落ち着いてきたりとかして、メンタル的な汚れというものも落ちてくるという部分がありましてね。だからお線香を焚くっていうのも、まあもともと物理的な意味は、例えばお寺でねお葬式するとき、まあ今はそんなことないですけども、昔はそのね亡くなられた遺体を冷やす技術だとか、ドライアイスだとか、そのね、冷凍保存とかできなかった時代がありますよね。そういう時代ではどうしても、まあ、腐敗が進むから、ね、灰が飛んでくると。ね。灰が飛んでくるから、虫除けが必要だということで、虫を避けるために焚いたなんていうふうにね、言われてますけども、それ以外にも、霊的に見ると、香りっていうのは浄化の作用がありますと。で、私なんかも、まあ、最近はちょっとね、もろもろ事情があってお線香炊ける環境がないんでね、まあ難しいんですけども、昔は白檀香といってね、ほんのりとした香りをするお線香がありました。あれよく炊いてました。結構白檀香はおすすめで、部屋の浄化するには白檀香をほんのり炊く、そうすると部屋中に香りが広がっていきますよね。部屋中に香りが広がるっていうことは、部屋のまあ臭みとかもまあちょっと取れるっていうのもありますけども、その、ね、白檀という名のね香りっていうのはやっぱり神仏を表している香りなんで、神仏の世界に感応しやすくなるというね、そういう意味合いもあります。なので結構その香り、こういった香りっていうものを活用すると自分のね中の内面的な浄化もできるし、ね、部屋の、ね、空気の浄化というか、ね、部屋の中の浄化というものも同時にできてしまうという、ね、結構優れものだと思うので、香りっていうものをちょっとね、いろいろとスピリチュアルの中で取
取り入れていくといいのではないかなというふうに思います。まあちょっと本当はもうちょっと細かい香りの意味とかそういう話もしたいとは思うんですけれども、ちょっとまあ今回はね、あくまで基本的な原則的なスピリチュアリティの話ということで、香りというものが結構浄化力ありますよっていうことぐらいに留めておきたいと思います。ちょっと今回はですね、非常に短めのお話になりますけれども、アロマ、香り、こういうものもぜひね、取り入れていっていただけたらなと思います。今回はこれで終わりですけれども、次回もですね、シゴスピラジオをお聞きいただければと思います。それではシゴスピラジオをお聞きいただきましてありがとうございました。シゴスピラジオでは触れてほしいテーマ、スピリチュアルに関する質問などを募集しています。投稿先の詳しい情報は概要欄に書いてありますので、よろしければ読んでみてください。概要欄は動画下説明書きのところになります。ブログ、ツイッターなどでも情報発信していますので、そちらもフォローよろしくお願いいたします。またシゴスピチャンネルのチャンネル登録もよろしかったらお願いいたします。ではまた次回のシゴスピラジオでお会いしましょう。さようなら。